さあ、どうも皆さん、お座敷レーサーチャンネルのキッドです。ドライブクラブ、ついに発売になりましたね。10月9日発売と。まあ、買ったの、ちょっと今日の10日なんですけれども、早速やっていきたいと思います。まあ、一応初見ですね。もうなんか始まってるの分かんなくてやっちゃったんですけど、丸ボタンをポチッとな。さあ、全然分かんないままスタートつってね、なんか、そういった可能性がありますっていう、なんか出てきてますけれども、どうなんだろう、全然、もうなんか分からないまま始まってるって感じなんですけど、すごいガンガンガン当てられてるんだけど、大丈夫かな。ベンツ乗ってません、ベンツこれなんだ、コースも分かんないのに、俺走らせるんじゃないかなところ、一応オートマですね。なんかちょっとわかんねえな。ああ、なんだ、おお、でも曲がった。すげえ。あれで曲がるの？なんかちょっとよくわかんないまま始まってるんですけれども、なんかね、アクセス型で、サーバーにつながりにくいっていう問題があって、DLC 版ですかね、無料のね、DLC 版がちょっと配信が延期になったということで、ちょっと今回どうなんだろうと思ったんですけど、無事にこう、おお、ドリフトしてる、ドリフトしてる。今回無事に、ああ、ふざけんな。プラス加入者かな？は、こう、ちょっとショートカットしてたけど、ごめんね。購入する方行きましたね。4900ちょっとでしたね。何の音？初勝利。勝利したの？もう終わり？終わったの？全然わ まあ、ラップ2の1になったけど、まだ1周目じゃないの？今2周目だね。後方してんのかわかんないな。結構ね、なんだろう。ハンコン使えるかなと思って、一応27をセットはしてるんですけれども、どうなんだろうね、全然わかんないんだけど、一応パッドでやってますんで、今パッドのオートマですね。多分トラコンとか全部入ってんじゃないかな、これ。トラコンとかあればの話なんですけど、本当初見なんで全然わかりません。 このままちょっと終わらせたいな。もう後ろ来てるんだけど、画面めっちゃ綺麗ですね。しかしこれ手の動きが、まあちょっとテカってて気持ち悪い感じがしますけど、それが PS4。 あー、曲がない曲がない。おー、あー、来た、後ろ来てる来てる来てる。ニトロとかねえの？来て来て来てる。なんでそんな速いんだ。来て、ふざけるな、お前。追突したの向こうだと、なんで俺がマイナスになるんだ。はあ、はあ、結構ね、なんか敷居が低い、敷居がね、低く設定してますよって言ってる割には、荷重移動がちゃんとこうできるゲームじゃないかなと思うんですよね。まあちょっと思ったんですけど、なんかちょっと恵比寿を走ってる感じですが、復旧 サーバーへの復旧が、サーバーへの接続が復旧しました。よかった、復旧して、もうすぐ終わりだからね。フィニッシュということで、なんかちょっと 最初からレースだったな。ということで。なるほどね。なるほど、なるほど。そういうことか。まあ、いきなりレースだったね。いきなりてんてこまいだったんですけれども。まあ、無事に1位取って、しかもこう、星3つですね。星3つです。いただきました。ありがとうございます。おお、最初の一歩。ああ、なるほど。全然もう、なんで、ほんとね。本当にこう、事前知識もなくやってますんで、なんだろうね。これは、進むでいいのかな？チャレンジ作成とかあるけど、進むにして。まあ、今回初、まあ、GG6 じゃないな。PS4 で、まあ、何本目だ？ 2 本目かな？レースゲームは。1本目が、ニードファースピードで、2本目が、多分これだと思うんですけれども。まあ、綺麗だね。画面がめちゃくちゃ綺麗。あ、ホーム、おめでとうございます。
初めてのツアーイベントをクリアしました。世界中のイベントに挑戦し、目標を達成してスターを集めよう。ホーム画面から他のモードもプレイすることができます。タッチパッドボタンを押せばホーム画面に戻ることができますということで、ホームってあこれだね。さあいろいろありますね。ドライブ、クラブを作る、クラブ検索、マイプロフィール、セッティング、ガレージありますけれども、ちょっと俺クラブをね作って、お座敷レーサークラブっていうのをね作りたかったんですよずっとすいません、早速ですけどちょっと作らせていただきます。ちょっとね、ちょっとごめんね、ちょっとねほんとごちゃごちゃしててバタバタやってるんで今本当に。よっしゃやりますよ。お座敷、あ大文字の方がいいかな、大文字でいこう。お座敷レーサークラブ、あれ、あ入らねえ、なにクラブが入らない、あ4文字から15文字以内っていうかなんで、お座敷レーサー、そうか、どうしよう、 ORC お座敷レーサー、お座敷クラブにしますか、お座敷クラブなんかちょっと怪しい怪しい、まあいいや、お座敷クラブというクラブを作りましたので皆様どうぞ気軽にこう入ってくださいいいのかなこの、まあいっか、プライバシーはどうしようかな、オープンにしとこうかな、クラブを作る、これをね、ぜひぜひ、おう、あなるほど、誰かこう一人が参加するまでってことは多分これはもう あれなんだな、バッチ編集、バッチ、あこれはぜひこうねやってこうメンバーになった方にぜひこう作っていただきたいな、このクラブデザインとクラブバッチね。ここら辺またあれですね、さあじゃあちょっと戻ってソーシャル、ちょっと閉じる、わかんない、タッチパッド進む、マイクラブメンバー見られると確認できます。おおいいのかな、勝手にもうサクサク進んじゃったけどよかったのかなね、はいもうなんかいやわかんないまま始まっちゃって進んでますけれども、さてじゃあドライブね早速やっていきたいと思います。名声ポイント、ドライブクラブのキャリアは名声ポイントで測られてます。レースでドリフト、追い越し、スリップストーム、高速走行などすることでなどをすることで可能な限りポイントを獲得しよう。コースターチや他のマシンへの接触を避けることでポイントの減点を回避することができます。ああまあそうだね、まあ、クリーンレースを心がけるみたいな感じですかね。あツアーシングルイベント、マルチ、これはどういうことですかね。ツアーはドライブクラブのシングルプレイキャンペーンモードです。世界各国地域のイベントに挑戦し目標を達成するとスターを獲得することができます。シングルイベント2位の設定でシングルプレイイベントがプレイできます。マルチプレイ、ドライブクラブマルチプレイではオンラインのマルチプレイイベントに参加できます。なるほど、ツアーにしようかなとりあえず。お結構いっぱいあるなぁ、すごい、わぁ、あなんかずっと、わぁ、わぁこれ、結構やり込むんだなぁ。なるほど、なるほどですね。じゃあどうしようかな、まあ一応こう、まあなんだろう、一応プライベートで進めつつ動画も撮っていくっていうか、そんなパターンでいこうかなと今回思います。全然こうね、目標も何もないんですけれども、てかあ待ってよ、ツアーシングルフェイスオフとは全てのレースで発生する他のプレイヤーと記録を争うイベントです。レース、ドリフト、おお、こんなのもあるんだ。タイムアタックでこうハンコンとかの調子が見たいんで、あすごい、日本、あそうですね、今回はですねこの日本車がね全然出てこないんですよね、このゲームは。まあちょっとなんだかわかんないんですけれども、本当はこうレクサスとか GTR とかをダウンロード、あなるほど、今こうダウンロード中ですね。レクサスとか GTR とかね、まあ
もっと言えば LFA とかそういうのが出てくるとね面白かったんでしょうけど、まあなんか事情があってこうあれだったのかな。まあちょっとイベントで、あー綺麗、あーロックされてますね。あこれがさっき乗ったやつですね。でこれはコンテンツで購入するという、これもあこれダウンロードね、特典でダウンロードもらえるんですよね。これはあこれかこれだな、あなんであれ今ダウンロードされてんだあれ。まあいいや、まあせっかくだからちょっとここら辺乗っていこうかな。ルーフ乗っていこうかな。デフォルトルーフ、さあランキングとか出てきて、天候時刻は8時、8時めっちゃ明るいな経過時間30倍、うわー綺麗。さあ反光はどうなんでしょうね。あ反光はね全然使いませんね。こうはなるほど、やっぱ PS4 自体がサポートしないんでやっぱこうダメなんでしょうね。こう視点変更はこれですね、R1 押し込みで視点変更。ちなみにでセッティングっていうのはひょっとして、あオプション的なあれだったんだな。ゲームプレイギアアップオートママニュアル、そうパッドだとですね、三角がシフトアップで×がシフトダウンのようです。で丸がサイドブレーキ、四角何だったかな、ちょっと忘れちゃったな、ちょっと忘れちゃいましたけど、あでこれ首振りですね。ちょマニュアルじゃできないんで私はもうこっちのオートマでやらさせていただきます。でアクセルはいつも通りっていうかもう定番ですね。 R2 がアクセル、 L2 がブレーキということですね。まあ慣れたらこのシフトアップとかもできるんだろうけど、まあちょっとどうしようかな。本当 T500 がね多分こう対応してるとは思うんですよ。あステアリングコントローラー、ああれ一応こうできるのはできるんですけど、やはりこうはいですね T500 とか T300 とかそこら辺かな対応になってるのが残念。まあここら辺ちょっとどうしようかなっていう感じですね。まあ今後ねどう、あ間違えた、どうねやっていこうかな。まあグランツーリスモのあれもありますんで G27 を本当は使いたいんですけど、まあいいや、そこはまたおいおいみんなのツイッターでも聞きながら、とりあえずこれでいこうかな。せっかくなんでこうこっちの方がいいですよね、臨場感があって。グリップの強さ的にはレーシングハード、あ違うスポーツソフト的なそんな感じですかね。あーめっちゃ面白いかもここ。ちなみにこれドリフトはどうやってやるんだろう。ああ危ない危ない、なるほどああやって減っていくんだ。全然コーナーの先が見えない、もうちょっと視点上にしてなあーなるほど、あーだめだめ、ドリフトのしどうだろうな、ドリフトはどうだろうね。あー暗がってや、そういうパティン、あードリフトの仕方はあれですね、グランツーリスモ的な感じじゃなくてどっちかというとニードみたいなこんな感じですかな。進入の仕方はグランツーリスモで、ドリフトし始めてからはニードっぽいそんな感じですね。カウンターをこう当てるとかじゃないな、こんな感じかな。まあやった感じ、ちょっとまだ1回しかやってないんであれなんですけど、これがドリフトと呼べるのか、このゲームでこれがドリフトと呼べるのかちょっと分かんないんですけど、
りした。びっくりした。いやーでもこれはいいよ、すげえ綺麗。面白いかもしれない。なんかフリーランでこうね、市街地とかをできるのかと。あーちょちょちょ、痛い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 。できるのかと思ったんですけど、そうではなくて、あーハンドルが重いのかな。いつ終わるんだろうこれ。あ、もう終わりか。コースの長さ的には好きだな、このくらいの長さがちょうどいいな。うんですね。いやー、なるほど。これはまあまあ面白かったぞ。ターゲット、ターゲットタイムがえらいなことになってるけど、まあいいか、気にせず行こう。なるほどね、そうやって進んでいく。フリーランでこう、いろいろなところ行けるわけではないんですね。なんだ、こうみんなでワイワイこうし話しながらこうできるのかと思ったけど、そうではないんですね。ドライブ、それともなんかあるのかな、他にも。あ、これはでもガレージ、あ、ここで車のセッティング的なものができるのかな。ちなみにこのフォルクスワーゲンでこうね、これ多分クラブカラーってことなのかな。この辺もちょっと決めたいですね。あーすげえ、時刻、何だ時刻って。あーそういうことか、ははは、はなるほど。へえー、なるほどね。これがまあスポーツコンパクトのレベルというかクラス、クラス分けしますね。マシンのクラス分けっていうのがありますね。ペイントだけ変えられるのかな？模様、あー、ステッカーですね。外出というか模様をこう変えられるって感じですかね。なるほど。セッティングはゲームプレイ。マイプロフィールをちょっと見てみようかな。もうめっちゃ俺のアドレス出てるけど、まあ、いっか。なんだこれ。あー、なるほど。そういうことか。ここにフレンドがこう、出るわけなんですね。なるほど。その他、その他のオプション。おー、なるほど、面白い。マイクラブ、ドライブかな。なるほど。じゃあ、ツアーをじゃあ、進めていこうかな。やっぱり。じゃあ、これで、いこうかな。はい。いやー、残念。ちょっとどうしようかな。T500 出そうかな、やっぱり。あー、でも、とするのが結構難しいというか、めんどくさい。ここあー、ここね、ドリフトめっちゃドリフトして、ここで、おー、ちょっと待って、いきなり。そうか、いきなりちょっと速い車でやったからね。こういうのでちょっと慣れて速い車に行かないとやっぱダメなんだな。グリップ高い。おー、すごい、この歯が舞う、この歯が。ちょっとちょっと、あ、なるほど。あ、押し込みで、 R 押し込みで、あれですね、後方視点。お、フェイスオフ、ほらフェイスオフになったぞ。平均速度、ちょっと待てよ。おー、曲がらない。サイドを使ってちょっと曲げる。あー、いない、こっちラインがないの。いいよね、君たちコース知ってるからさ。コースを知らない恐怖を知らないだろう。君たちコースを知らない怖さを知らないだろう。結構怖いんだぞ。2周目かな。あー、ラインがない、ラインがない。痛い、ガツって思い切り。くそー、ちょっと待てよ。結構面白いぞ。
どういくどういくどういく、ちょっとコースね、本当コース知らないときついよな。よし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 、ナイストリック、ナイス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 、アンダーが出てアウトに払うから、ここで刺したいところだ。インを、あー入れないかな。入ったダメね、だよね、スマートではないね、スマートな抜き方。いていていて、今の違うでしょ、俺じゃないよ。後ろの人がさ、ガーンってぶつかってきたのよ、ガーンって。すげえ、絶対突っ込みすぎだよなこれ。ちゃんとほんと減速しないとダメなんだ。クルー、あのね、クルーのベータ版をしちゃったんです、しちゃったっていうか、してたんですけど、クルーはどっちかっていうとやっぱ敷居が、ね、低い、こうみんなでこうできるようなそんな挙動だったんですけど、これ結構より的にはグランツーリスモの挙動にちょっと近いというか、リアル思考というか、うん、かといって難しいのかっていうとそうでもなく、グリップがね、タイヤのグリップがやっぱ高いんで、こう安心してこうね、こう一人で走ってるときは安心してこうできるかなという感じ。慣れればすごい楽しいんで、ね、できるんだろうけど、まあコース知らないのとこうね、あれだから難しいね。いやーでもこれは面白いぞ。さあ時間がね、20分過ぎましたんで、そろそろこの辺で、終わりにしたいなと思います。お、やったー、ワーゲンビートル GSR 来ましたね。お、何カラー、お、デザイン、お、なるほどすごい面白い。あ、選べるのこれ、どっちがいい、こっち、あ、違うか、そういうことじゃないのかはい、ということで、今回からドライブクラブをやっていくわけなんですけれども、クラブをね、お座敷レーサーじゃない、お座敷クラブというクラブ作ったので、もしよろしかったらこう、メンバーになってくださる方がおられたら、ぜひぜひメンバーになっていただください。動画にコメントいただけるとね、すごく嬉しいです。またこうね、集まったらみんなでこうなんかしたいなと思います。エンブレームを作ったりとか、カラーリングを考えたりとかね、したいと思いますんで、皆様のお力添えよろしくお願いします。もしこの回の動画が面白かったという方がおられたら、グッドボタンを、押してください。押していただきたい。お願いします。押してください。またチャンネル登録もね、随時受け付けておりますのでよろしくお願いします。こうコメントとかね、どうしてもこう返せないんですけれども、ツイッターだとなるべくというか、こうある程度返せますので、よろしかったらツイッターの方にこうコメントいただけると返信が早いかなと思います。ツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。それでは皆さん、吉成。